チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は鶏つくね と、卵、トリュフ香るチーズ卵焼き、以上で食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯いただきます。今日はね、鶏つくねを作ってね、いただきます。水加減に失敗したかな、ちょっとね、しっとりしすぎた。おいしい。山芋も正解や。山芋の歯ごたえがね、多い。れんこんにしようか迷ってんけど、山芋正解。これ、はんぺんをね、かさ増しに入れてんけど、おいしい。卵焼きは美味しいわ。カクチュー、トリュフブイヨン。ドレッシング最高や。リンゴ酢、マヨ、醤油、シラチャソース。マヨケンとハンバーグにしようか。鶏ミンチハンバーグしようもって買うてきたんで、かさ増しにカンペ入れて、で玉ねぎ入れてハンバーグにしようかなと思っとってんけど、つくねにしようと思って、つくねが食べたくなって。ここにやったらレンコンやなと思って、冷蔵庫かけたら山芋が残っとったよ。山芋がね、使ってねって言って、こっちにニコってしたから山芋にしても君に決めた。正解。はんぺんはね、お味噌汁にしようかなと思って買ったってね。今日ね、お昼のね、うどんがちょっと残ったから、うどん、僕はね、海苔とネギやね。15年しか言語があらへんねん。徳川吉宗って15年しか将軍してなかったんよ。これ
うん、9年よ、安永とか。賢そうなおうちめっちゃ頭良さそうなおうち、うん、そう思ったら見た目って大事やな、うん、見るからに頭良さそうやん。アンガルシャーよ、賢なっちゃめちゃうち頭いいんだけど、こんな見ないから、賢く見られへんから、バカにされんねん。めっちゃ賢いんですよ、やっぱね、うん、うん、11歳でオックスフォード、うん、あの卒業検定通ったからぐらいの賢さやねんけどね、いや受け取ったとどれぐらいの賢さやねん、受けへんから、うん、レベル分からへんけど言うんだね、何でも。もきね、吸ったらトロトロで美味しいし、切ったらシャキシャキで美味しい、ね、これ山芋もうちょっとあったらね、山芋を半分すりおろして種に混ぜて、半分角切りにして入れて、2つの食感、山芋もねっとり入れて熱入れるとふっくらして美味しいんで、だからはんぺんじゃなくて山芋をダブルに使うのもありかもわからんね。うん、これでもうレシピね、2種類のつくねができたでしょ。ちょっと前に照り焼きつくねしたけどね、照り焼きにしてもいいし、今日みたいに、うん、とろみつけてもいいしね、いろんなね作り方あるのよ、こんな。
完食しました。ちゃう、うどんや。契約書や、完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏つくねと卵焼き、よかったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。じゃまたね、バイバイ。疲れた。